秋田市民市場都市の瀬の買い物風景。共同組合秋田市民市場は、秋田市中心部にある商店連合の事業共同組合。地元住民の生活を担い、秋田の台所と称されていた時代もあるなど歴史は、古く、秋田市外からの買い物客も多い。店の形式は、大きな市場の建物の中に、生花、鮮魚、海産物、雑貨、生肉、日用品、 衣服、食堂などの個人商店が、テナント入居している。前世紀は週末などになると歩くのが困難になるほど、買い物客が押し寄せていたが、現在は、買い物志向の変化や近くの秋田ショッピングセンター、秋田西部などに客が流れたことや、後継者の不足により、出店数は減少している。1951年に、朝倉市民市場として開設された。 その初代建物は、かまぼこのような建物2つとそれをつなぐ建物が位置しており、北側のかまぼこが鮮魚、海産品のエリア、南側のかまぼこが聖火のエリアで、魔の建物には日用雑貨の店などが入居し、一時期は福島県のスーパー、ライオン堂が日用品限定で出店をしていた。しかし、建物の老朽化や前述の理由によるテナントの減少、 不衛生と陰口を叩かれたトイレ、暗い内装などから建て替えの要望などが高まったことで2001年に全面的な建て替え工事を実施。かまぼこ型建物を一つずつ壊していき全面の営業休止を避けるように工事を行った。建て直された市場は2階建てになり、コンパクトにテナントがまとまったほか、サンクスやダイソーなどもテナント入りして、 普段市場を利用しない人にも配慮した作りになった。ありがとうございます。